はい、レザーシドニーのニコです。こんばんは。レザークラ、レザークラフトやってますか？いやー今日も暑い。もうすごく暑かったです、大阪は。昨日とついはね、息子の、下の息子の、誕生日があって、ほんでね、父の日やったんでね、ちょっとお休みいただいて、まあ家族でのんびりと、まあね、子供の誕生日やったんでね、なんかすごいっすよね。うちの子5歳になるんですよ。でね、5年間ね、大した大きい、その病気もせず、怪我もせず、すごく元気にね、もう最近な、憎たらしいぐらいね、もう甘えん坊で、なんやろね、可愛らしいもんで、でね、まあ父の日だって、父の日って言っても、まあ子供サービスじゃないですか、家族サービス、でまた山の方に行って、大きい公園で遊ばして、ね、ほんで父の日やけど、ドン・キホーテの300円のうなぎ弁当を食べましたまあいいっすよ、僕はね、もう何でもいいっすよね。なんかなんやろね、昔は本当にね、なんやろ、そんな風になるとは全く思わなかったですけどね。なんかこの年になってね、さっきね、ちょうどお客さんでね、もうバリバリパンクスの子が来たんですよね、初めてね、でね、僕もあんな感じだったなと思って、もっとなんか変やったと思う。もう白髪坊主とかやったんでね、ほんでなんか革ジャンに破けたジーパンでみたいな。なんかでもそんなんでも今こんな感じで、なんか、いいお父さんしてるとも言われますしね。なんか別にそのはね、なんか自分のその変わっていく様がなんか、楽しいですね。いやーね。でね、今日はそうこれが最近うちの流行りのアズールレザーのネロのカモフラのラウンドファスナー作ってもらってたんですよ。ジャパンレザーさんに頼んで、ジャパンレザーさんの知り合い の職人さんにその手縫いでやってもらったんですよ。僕ラウンドファスナー作れないんで、作ったことないんで、ね、やっぱりね、こういうのは作り慣れた人に作ってもらうのがいいんかなと思って、僕は頼んでるんですよ。ほんでこう根調でカスタムして、チェーンつけて、ほんでここに輪に入れて、ほんでこれのそのラウンドファスナーのために作った、イーグルドロハン、この辺はね、前の財布から移行して、今日からこれをね、まあどのくらい使うやろ、2、3年は使おうかなって思ってます。やっぱりね、そのいろいろとね、その自分の新しい革あるじゃないですか、使ってみたいと思う。どん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 創作意欲って湧いてくるでしょ。やっぱりそういうのってね、何か物を作ったら、やっぱりね、自分で使ってみるのってやっぱ大事で、なるべく僕もね、その一つのものを僕使うのがやっぱり実は好きなんですよ。でもね、なるべく使うようにしてます、最近は。あえて、そうせんとね、やっぱりお客さんにね、こういう風に変わりますよとか、その見せられないんで、やっぱそういうのを見てね、お客さん買ってくれるところもあるんで、まあまあこのカモフラはね、まあ手染めとかしてないんでねっていうのもあるんやけど、まあ使ってみてどんな感じになるんかちょっと見てみようかなと思ってます。で今日もね、そのジャパンレザーさんが来てくれて、いろいろ喋ってたんですよ。やっぱ人との出会いってその面白いなと思って、人との出会ってその喋るっていう、そのね、直接やっぱりね大事やなと思って。でも今ってそのコロナでイベントがなかったりするじゃないですか。そういうのがなかったりするんでね、やっぱりどんだけ行っても、その僕らみたいな商売してたら、人と出会って、その喋りの中でいろいろ創作もこう、いろいろと活性化していかなあかん面もありますし、その物を売るっていう面もそうですし、難しくなりますよね。まあ一応大阪はね、今日からその自粛宣言明けて、まん延防止っていうやつにね、今日からなったんですけど、それでもやっぱり人は出えへんと思うんすよね。そんな出にくいと思うんすよ。の中でやっぱりそうやって人と出会っていくのがなかなかないなと思うんですよね。なのでね、その自分からなんとかこう人と出会うような、そのやっぱり皆さんもそうやと思うんですけど、どうしてもものづくりなんで、
その自分の店やったり家やったりでこうこもって作るじゃないですか、うん、もちろんそれもいいんですけど、やっぱり外に出て人と出会ってその意見やったりそんないろんな、うん、ことをね話し合うっていうのはめちゃくちゃ大事やなと思ってて、うん、って思ったんで、今日そのね夕方ぐらいにそのジャパンレサーさんと話してて、うん、すごくねいいアイデアくれたんですよ、うん、まあできるかどうかわかんないですけど、今ちょっとお店の方のそのやっぱり人がねその前ほど入ってこないんで、それを今どうにかしなあかんなっていうのをジョバンネさんが言ったことで、あちょっとそれ考えようと思ったことがあったんですよね、うん、ほんでやっぱり人と話しなあかんなと思ったんで、先ほどちょっと連絡取って2件ほど、明日ね2件ほどちょっとアポ取って、ちょっとお店の方はねお休みにもしかしたらなるかもしれないですけど、なるべく帰ってきたら開けようと思ってますけど、YouTube の方もそれで撮っていけたらなと思ってます。その2件とそんなんとかやっていてね、やっぱりねちょっとでも人と多く話してね、その僕から与えるのももちろんあるやろうし、その僕がものもめちゃくちゃあると思うんですよ、うん、なのでうん、今人と会うのもしんどいですけど、やっぱりそうやって会ってその刺激をもらえるそのね刺激ってまあ情報になるじゃないですか、うん、ようなをもうやっぱり考えていかんと本当にねダメやなと思います、うん、前までやったら本当にねイベントとかがそういう場合やったと思うんですよね。お店ももちろんそうですし、でも今それがねなかなかしんどくなっていくんで、その待っててもその人と出会うっていうことが少なくなっていくんで、これからはもう自分からどん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 進んで、うん、でそこからじゃないものも得なあかんので、その YouTube やったり本やったりで、うん、補っていくっていう風にちょっとでもね自分の中にこういっぱい入れていかんとあかんので、うん、皆さんもそうしてらどうでしょうかなっていう、うん、そうなんですよ。今日ほんまにそういうことがねすごくね、今日来たお客さんもその初めての人やったし、ほんでジャパンレザーさんからの話もそうやったし、ほんで今日僕がその会おうと思ったもそうですし、やっぱりうーんそうやってつながっていくんやなって思います。うん、頑張りましょう。うん、なんかねまだまだちょっと身動きしづらいね世の中ですけど、その中でもできることはあると思うんで、うん、頑張っていこうかなと思ってます。僕も、うん、皆さんも一緒に頑張りましょう。レザークロコンテストがね、もうほんまに今日21位でしょ、うん、もうちょっとですよ。皆さんどうですか、やってますか。もう結構のね人数の人がPDF ダウンロード申請来たんで、ちょっと楽しみなんですけどね、そっから何人ぐらいやってくれるのかなと思ってるんですよ、うん、いや楽しみですね。僕の方があんまそれのできてないですけども、頑張ってやりますんで僕は、皆さんのそのかっこいい作品楽しみにしてます。どんな見せてくれるんですか、うん、僕も引き続きインスタライブ、うん、YouTube もやりますし、インスタライブやったりその他もろもろいろいろとね楽しくなるような、まあ今日からねそのお店の方のワークショップ子供料金無料にしてますけど、うん、そちらの方もね活用していただいて、その自粛生活で本当に子供たちねもうなんかねもうってなってると思うんですよ。なのでね来ていただいてちょっとでも楽しい時間過ごしていただけると嬉しいなと思ってます、うん、それができるのは親なんで、うん、僕たち親なんで、うん、そういう場を作れるのは僕らなんで、うん、なのでそういうのはどんどん活用していって、うん、やっぱそれがねそういうのが広まればねこんな時でも楽しくなれるし、いい感じにね世の中っていうのは変わっていくんちゃうかなって僕は思うんですよね、うん、しんどいですけど、しんどいけど頑張ると、うん、なんかいいことが回ってるんちゃうかなって思うじゃないですかね。そうでもしないとやりきれないでしょう、うん、なので本当に頑張っていきましょう、うん、よし。では、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。まあいろいろとね話していこうと思ってるので、チャンネル登録よろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。インスタ、ツイッターもやってますんで、そちらの方もよかったら、登録してください。あ、TikTok もやってますよ。 TikTok も一応ちょっとずつ上げてるんでよろしくお願いします。うん、ではあれ
これどんなやったっけ、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。あ、そうそう、ありがとうございました。では。